お仕事って楽しいね。今日も忙しくしています。ベイ FM 宮脇桜の今夜桜の木の下で。ベイ FM お聞きの皆さん、こんばんは宮脇桜です。リアルタイムで聞く方はハッシュタグさくの木とツイートしながらお楽しみください。今週もスタジオでの収録でお届けします。えっとですね、最近の宮脇桜の推しドラマをここで発表します。 今ネットフリックスであの日本語字幕もね今ちょうどやってるドラマなので1週間に1回ずつ上がるんですけども韓国ドラマの「分かってはいるけど」っていうドラマがですね、まあ、結構日本の人気ランキングでも上位に入ってて主人公のハン・ソヒさんがまあもともと私めっちゃ好きで「夫婦の世界」っていうめっちゃ去年流行ったドラマの中で。 不倫相手の女性として出て出たんですよもうその瞬間からもう私はもうめっちゃ綺麗でめっちゃ好きでカンちゃんとかもめっちゃ好きで「このドラマの『反差しさんがめっちゃ綺麗だから見ろ』って言われて私は夫婦の世界を見始めたんですけどその方が今回主人公で「分かってはいるけど」っていうドラマに出てるんですけどもういいですよ <laughs> あ。あ分かっていてもなんだ。直訳といいろろ 分かっていてもっててていいもうドラマなんですけどもなんかどういうドラマかっていうのは結構恋愛系で大学生ぐらいの子たちの恋愛ドラマなんですけどもうね私はまだ3までしか見てないから結果どういう人か分かんないんですけど主人公の男の子があの男の子がですね主人公の男の子がめちゃめちゃ持ってるんですよ。でめちゃめちゃ思わせぶりな態度もしてくるんですよ。なのに 恋愛ってしないとなななのみたいい恋愛しないと女の子と仲良く過ごしちゃダメなのみたいな恋愛しない主義みたいなもうダメじゃんそんなの好きになったらみたいなでも好きになるよねあんなにかっこよかったらみたいなドラマでめちゃめちゃ面白くてあの私今会う人会う人に見てくださいって言ってるので <laughs> あの皆さんぜ是非見てくださいしかも。 まま話ぐらいいででしか出てないんでしょう今日の時点では7月の私は今8日を生きている人間なんですけどの時点では3話ぐらいまでしか出てなくて全10話ぐらいらしいので結構さらっと見れるドラマだと思うのであの暇な方はぜひ見てみてください今日はですねまたある雑誌の表紙をですと解きましたありがとうございます <laughs> 恥ずかしい本当にでも毎日多分雑誌撮ってると思います冗談抜きでじゃあ今月雑誌の仕事を何回したかクイズ誰に向かって <laughs> 7月入ってからあ七7月最近入ったのか6月だったら待ってくださいね軽く10はす<ー>軽く10。 すごいですよね本当にこんなにいっぱいねもうミニとかねビスとか表紙いっぱい飾っていっぱい出てるじゃないですかもう雑誌の情報ってでもまだ全然出てない雑誌の情報の、ね、いっぱいあるので <laughs> あのまだまだ止まりませんぞということで楽しみにしていただけたらと思いますあそうキムチ鍋パーティーもしましたですね最近あのリミカの家にみんなで集まって。 あのみくりんがどうしても鍋パーティーがしたいということでみくりんとかメルちゃんとか葵しげちゃんハーチリミカとかでキムチ鍋パーティーをして私がなんとキムチ鍋を実際に作ってですねめっちゃおいしかったらしくて最後雑炊にしてチーズ雑炊みたいにしたんですよ。えぐいくらいら量ができててしまって本当に え10人分作ったみたいなぐらい <laughs> ご飯が吸うじゃないですかスープをだからめっちゃめっちゃあの量が多くなったのに完食してくれて美味しかったって言ってくれて嬉しかったです <laughs> さあ今週は卒業コンサート以降いいいいいろいろやっててるおお仕事にについてお話ししたいと思まます最後まで一緒にお楽しみくださいさて先週おスレせしましたが私の新しい YouTube チャンネル「さくら宮き無事公開されました皆さんご覧になったでしょうか はい1本目の動画はですね宮脇さくら HKT48 卒業コンサートブーケに関するまあその本番の様子とか前日の様子とかを密着した感じの動画を上げさせてもらってもうすでに50万回以上再生でなんか急上昇とかにもね載ってたらしくてありがとうございますこの YouTube チャンネルをご覧になった方からですねメッセージもいただいています。ラジオネームトシックス の唐揚げさんからですありがとうございますさくらさんこんばんはこんばんは毎週楽しく聴かせていただいていますお出かけ初期からの子さんおじさんです卒婚総公開そして HKT のすべての活動お疲れ様でした卒婚の裏側を公開している新たな YouTube チャンネルの解説を知って早速見てみました 一つのステージを作るのに衣装さんやヘアメイクさんなど数多くのクリエイティブな才能が一つの目的のためにそれぞれの才能や力を合わせる工程を断片でも見せてくれたことはいつもさくらさんが自分たちを輝かせてくれる人たちの感謝があるから自然に目が向くんだなと思います。フラストを運ぶ人まで入ってるし 私はグラフィックデザイナーをしていますがデザインするときは一人ですが考えるとさくらさんと同じように多くの人の力がないとできない仕事だなと思います動画を見た人にもきっとそういう面が伝わるんじゃないかなと思いましたやっぱり意識されてこの動画を作られたのでしょうか サッシーがエンジンから泣いているしハルピもそこにいる幸せも感じたしなんて子さんおじさん泣かせる動画なんでしょうおまけにしゲちゃんの宣伝まで新たなチャレンジもかやの気持ちがあればきっと綺麗な花を一緒に咲かせてくれると思います私たち HKT ファンもこれからの活躍を応援していますとありがとうございますあの今回のこの新しい YouTube チャンネルの方は私が編集をしてなくてもう完全にそこはなんかもう 変えようと思ってでゲームの方はもう私が完全に全部してるんですけど編集とか含め今回の YouTube チャンネルは私が何もしてないので結構おしゃれなね仕上がりになってたと思うんですけどそうですねでもやっぱりあのコンサートは私一人の力では絶対に成功はできなかったと思うので私たちは常にたくさんの人がいて このコンサートができてるっていうのは知ってるんですけどファンの方って実際そこもの裏側までってあんまり見られないじゃないですかなので本当にたくさんの人がいたいからこのコンサートができたんだよっていうのをファンの方とかに知っていただけたらなと思ってあの動画は作ろうと思ったのでこうやって言ってくださって本当に嬉しいなと思います YouTube さくらみやは放送の段階ではですね第2弾が公開されてると思います第2弾は なんとメイク動画になっていまして卒業コンサートでしたメイクを大解説みたいな感じにしてます。っていうのもあのコンサートえー、ぐい泣いい泣たじゃないですか <laughs> 本当に汗はもちろんかいたしめちゃめちゃ泣いたしなのに全然崩れなかったんですよ。でファンのの方もそれれを見ててなななんんんであにに泣いてるのに崩れないる崩だ 教えてほしいみたいな声がすごく多かったので今回はそのメイクを大解説した動画を公開させていただきましたもう女子の皆さんは本当にずっとメイク動画をメイク動画をって言われてたのでやっと皆さんの期待に添えることができて嬉しいなと思いますたくさんの方に見ていただけたらなと思いますし男性の方であんまりメイクしないよって方でもとりあえず見といてください。<laughs> あの私が使ってるやつを彼女とか奥さんにプレゼントしてみたりとかねいいじゃないですかねね。あ,あとすごいアップで見れますよ、ね、あ本当にこんなに近くで見れていいの買ってくらいアップで見れるので <laughs> あのメイクあまりしない興味のない方も是非見てみてください <laughs> さあそしてこちらも最近の私のお仕事についてですさくらさん,さんこんばんは。 こんばんは、先ほどさくらさんが参加されたゲームイベントが早速ニュースになっていてその中でさくらさんは HKT 時代を短冊に「世界平和」と書いていたとおっしゃっていたんですがえそうだったっけと思い調べてみましたそしたら2012年世界中の人が笑顔になれますように2013年みんなが笑顔で過ごせますように2014年から16年は見つからなかったのですが2017年 みんなの夢が叶いますように2018年笑顔がたくさんのアイドル人生世界平和ってなかったのですかこれってもしかしてさくらさんとっさに話作りましたねといや同じようなことやそうやって言うんよバラエティでは <laughs> 同じことじゃんねそこでだっていやみんなの夢が叶いますようにって言いましたよりも世界平和の方がニュースとかにも書きやすいし見出しにもなりやすいので世界平和みたいなことや でお願いします話作ったわけじゃなくて本当にそうやえ、その通りでしたねでいいじゃんなんでとっさに話作りましたね。<laughs> 作ってないちゅうね <laughs> <laughs> まあそれはかもかくですね <laughs> そう先日ですねゲームイベント KDDI オープンレック TV 業務提携に関する発表会に出演させていただきましてスーパーボンバーマン R の対決とかをねしましたあのプロゲーマンの方だったりとか ADH の会社の方だったりとしたんですけど最近の私のゲーム事情というとバイオですよほらほら <laughs> あのバイオを卒業したらクリアしたかったんですけど東京にいるんですよいかんせん私が。で実家にいる時福岡の実家にいる時だけ配信できるので。 ただこの間1日から3日はお休みだったんですけどちょうどその時あの皮膚の管理を受けてまして赤くなってたんですよねダーマペンっていうやつを受けてたんですけどだからメイクもできなくてちょっと本当にねスケジュールがなかなか取りにくいとは思うんですけどでもこの時にですね今月中にはバイオを終わらせたいですって言ったので今月だいぶもうギリギリですけどもバイオ。 終わらせたいいと思います絶対に7月中にはあの、はい、絶対言いましたので楽しみにしていてください <laughs> さあそれではここで夏休み間近ということでこの曲を私宮さ作作んかあれから1年前経ってないまあほぼ1年経ったんだなと思うとなんか不思議な気持ちですねずっと前に作った曲な気がしますけどもでもこの曲を聴いて皆さん暑い夏を 乗り越えてくれたらなと思います。聞いてください、アイズワンの日本ファーストアルバムトゥエルブから闇様。B.F.M. 宮脇桜の今夜桜の木の下で。宮脇桜の今夜桜の木の下で。そして最近の私といえば髪を切りました。<laughs> 正確に言うとエクステをつけてたのでエクステを取って毛先をちょっと揃えたぐらいなんですけどもともとこれが長さではあったんですよ次元は。 なのでちょっと久々にねロングボブって言うんですけどこの髪型はショートではないんですよロングボブって言うんですけど久々にこれぐらいの長さにしましたラジオネームミヤちゃんからのメッセージですさくちゃんこんばんはこんばんは4日でさくちゃんの卒コン配信も終わってしまい 最後見た時もやっぱり涙してしまいました卒業したのはわかるんですがまだ少し時間するのに時間がかかりそうだなと思いました話は変わるのですがさくちゃんの配給でなんとイメチェンしたのを見てドキドキしましたショートの髪型も抜群にあってて素敵です最近は仕事が忙しくなっててさくちゃんの配給でいつも元気をもらって頑張れていますとショートではないんですねショートだったら、ね、もうちょい顎したら変なのでショートではなくてこれはあの 私の担当のメイクさんの那須さんによるとロングボムなんですけどもでも私エクステをもう去年の末からずっとつけてて軽く半年以上そのロングの時って全部エクステだったので最後のショートはあれですねビエアですねあの時は紫ショートしててあのあとからもうピンクにして髪を長くしてたので本当に半年ぶりぐらいの。 まあこれぐらいの長さではあるんですけどもなんかこの髪型って韓国じゃダメなんですよダメじゃないんですけどしたかったんですよ韓国でもこの中間みたいぐらいの長さでも長いか短いかじゃないとダメだって言われて <laughs> できてなかったので日本って結構これぐらいの長さ多いので待望ののこれぐらいの長さにちょっとかっこいい感じも入ってて結構ウルフっぽい長さでもあるので。 今までの私にはない感じの大人っぽさというかかっこよさが入ってて結構気分は上がってます <laughs> その他にもいろんなことをしててですね「RKB のこれは福岡の放送なんですけど RKB の「おきゃざまで何ですか?」っていう番組にもゲスト出演をしました番組のサイトで見ることができるんですがこれはナッピとかがレギュラーの番組でナッピとね改めてしっかり話したんですけどやっぱ面白いですねあの子。 ちょっと変わってますよねかそれが良くてですごいなんか本当に謙虚なんですよでも年齢は私の一個下でそんなに年齢も変わらないんですけどすごい謙虚でなんかもうずっと私のことを好きって言ってくれて目が合うたびになんで可愛いんですかみたいな見ないでくださいみたいな言われるんですよそれがすごい可愛くてあとナッピと一緒に バラエティに出たの初めてだったんですけどあんなに面白い答えができる子だとは知らなくてナッピの新たな一面に驚きましたねあの子は本当に器用だなって思いましたぜひまだ見たことないって方はぜひ番組のサイトとかでも見ることができるので見てみてくださいそして雑誌もいっぱいいっぱい出ています「キャンキャンミニ」「ビス」などなど手元にあるんですけど本当にねまだまだ出てないやつもあるんですけどもミニさんはなんと表紙でしかも18ページも特集していただいて。 なんか売り切れしてるお店もあるみたいな店頭にないのでみたいなのも見たりとかしてこれミニだってちょっと長いねこれ私のページがえだって私私見たんですよこれ届いた時にこれ29ページまで私なんですよ18ページ特集なんですけど最初はなんか違うやつがあったりしてでこのミニ自体が86あって29 5ページぐらいまで私だからもう4分の1ぐらい私なんですよ <laughs>。すごいですよね。私これめくればめくるえ。まだあるえ。まだあるみたいな。しかも本当に私のなんか年表だけのページとかあったじゃないですか？見開きで。 もうこんなのしていいんですか <laughs> 私の雑誌じゃないですよねだって <laughs> これびっくりしましたこんなヒストリーみたいなのがあるって知らなかったのでこれすごい作るのも大変だっただろうなと思って本当にありがとうございますさくのきもしっかり書いてますよ <laughs> かったですねです <laughs> これもう質問もね100等みたいな答えるのもすごい時間かかりますインタビューも 1> 1時間半ぐらいかかったのでもう盛りだくさんのまだ見たことないよって方かなり読み応えがあるのでしかもねひーちゃんも出てるんですよこのミニはなので本当に読み応えのある一冊になってるので見てください本当にねどの雑誌も素敵な写真掲載してくださっているのでまだまだ発表されてないものもありますけども皆さん楽しみにしていただけたらなと思います続いてラジオネーム伝説のりょぴ郎さん こんなメッセージできましたさくらちゃんこんばんはこんばんは改めて HKT48 卒業おめでとうございます今回は嬉しい報告があります 私事ですがさくらちゃんののの卒業コンサートの少ししし前に第一種となる男の子を出産しましたおーおめでとうございます私たち夫婦はさくらちゃんの応援を通じて知り合いさくら推し同士で結婚しましたさくらちゃんがいなかったらこの子は生まれていなかったんだなぁと思うととても尊い命だと感じます産後すぐ過ぎて卒婚にも総行会にも申し込みすらできなかったのがすごく心残りで本当は直接会って出産報告をしたかったのですが今後いつ報告ができるか いるかもわからないのでこの場を借りて伝えさせてくださいさくらちゃんには本当に感謝していますありがとうそしていつになるかわからないけど我が子を連れてさくらちゃんに会いに行ける機会があればいいなと思っていますこれからもさくらちゃんのことを応援していますずっと大好きだよ待ってやば PS <laughs> 結婚前に握手会でさくらちゃんからこのリアジュメ爆発しろと言われた <laughs> 今でも思い出ですやばすぎる 冗談ですよ冗談じゃあ私結婚とかする方に対して「私私置いて幸せになるな」とか言うので <laughs> 冗談寂しさからのっていう <laughs> それはまあちょっとすごいですね私もすごいこと言ってますけど <laughs> えー、でもこういう方結構多いです本当に私をし同士で知り合って結婚しましたとか そういいっぱいだから最近はね直接会えるタイミングがないので多分メッセージをいただかなかったらねピタロウさんのことも知らなかったしいろんな方が多分私の知らないところであの結婚されてると思うんですけど <laughs> すごいことだなと思いますねそんな人の人生にそ知らず知らずのうちに関わることができていて幸せに なりましたっていう報告を受けるのは本当に嬉しいのであのルピ太郎さんも幸せな家庭を作ってほしいですし私にこうやっていい報告言ってないよって方も全ての皆さんが幸せになればなと思います <laughs> じゃあ改めてルピ太郎さん <laughs> リア充命爆発しろということで <laughs> どういうことすごい誤解されそうまたどうするんですかこれネットニュースです、ね、宮脇さくら。<laughs> 新婚夫婦にリアジュ爆発しろと暴言を吐くみたいな <laughs> あの信頼があっているのです私たちとファンの皆さんのね間には信頼という深い絆が結ばれているので誤解をなさらないようにいただけたらなと思います <laughs> さあそれでは今日のエンディングナンバーです。ドラマ月家ルガンチップの OST に収録されているなんと我ら超ゆりちゃんのソロ曲です。 すすごいですよねもう OST めちゃめちゃ歌うんですけどゆりは最近は私送ったんですよブックレットを全員分にでもまだ届いてないらしくてなんでこんな時間かかるのって思うんですけどゆりがねそれを一番にもう絶対に私に送ってくださいコメントをつけてみたいな言ってたので早くゆりに届いたらいいなって思います。 この曲もめちゃめちゃいいですユリの声ってもうすごくないんですかもうずるいずるいこんなの好きになってしまうんですよあのこれからもねユリの曲がねたくさん聴けたらいいなと思います本当にユリおめでとうございますそれではお届けしましょうユリでストーリーオブアス BFM 宮城さくらの今夜さくらの木の下で 宮さくらがお送りしてきた今夜さくらの木下で今日は最近のお仕事での出来事を中心にお話しましたがいかがだったでしょうかもう全然もうゆりの OS しに引きずられてもうんかもうそっちのことしか考えてないんですけど <laughs> やっぱり本当にすごいわゆりの声って本当に私多分一番好きかもしれないな女性アーティストの中でゆりの声が一番なんか優しさもあるのに強さもあって真・ もう感じるしでもユリの優しさもあるしみたいなもういろんな表情がある声だなと思いますねあの英語の発音うまいしねいやあ、はい、うまいうまいうまいんですはいうまいですもう <laughs> めちゃめちゃうまい <laughs> あの皆さんもぜひ配信中なのでですねストーリオブバース聞いてあげてください さて改めて私からのお知らせですまずは私の卒業ソング思い出にするにはまだ早すぎるが各配信サイトで配信されていますそして卒業コンサートグッズさくら宮崎グラデーションビジュアルブックレットも発売中ですそしてこちら予定ではつい先ほどネット書店での予約がスタートしましたさらに8月上旬からは一部書店の店頭でも購入できるということなのでぜひお手に取っていただければと思います また先日行われた宮脇さくら壮行会は DMM の h k t 4 8ライブオンデマンドでご覧いただけます YouTube さくら宮脇もぜひ番組宛てにメールを送ると毎週1名様に抽選でピンクのサクノキ T シャツが当たりますご希望の方はあなたの郵便番号住所氏名電話番号希望の T シャツのサイズ SMLXL も忘れなくメールはサクアットマーク BFM.CO.JP 作アットマークベイエフエムドットシオドットジェーピーまで一名様にプレゼントします。応募の締め切りは七月二十一日の番組スタート前までです。詳しくは番組のホームページをチェックしてください。<laughs> これ音がうまいですよね。声がこれずっと流してください。今日の作の際はそれを永遠ループでお願いします。うめえ,え。うまっ。さあこの後は。 BFM インターネットラジオチェックしながらメールをお願いします。番組へのメッセージを送る場合には、ぜひ読んでほしい名前やラジオネームを書いてください。というわけで、宮脇桜の今夜桜の木の下で。お相手は宮脇桜でした。来週もこの時間に桜の木の下であなたを待ってます。